ただいま能登半島東方沖を震源とする非常に大きな地震が発生しました。
車から100台以上の高圧発電機車と土砂崩れが発生し、巻き込まれた家屋および車両からの救出活動が行われています。参加機関は七岡島消防本部3隊、緊急消防援助隊、石川県大隊6隊、石川県防災航空隊、石川県警察広域緊急援助隊警備部隊、富山県警察広域緊急援助隊警備部隊、ありがとうございます。